ということで、撮影後パワーダッシュで練習しましたら、なんだかいろいろ死んだよね。今回はコース規模の大きいレイアウトで練習走行となりましたが、それまで意識していましたフロントから入る姿勢と合わせて、最終的な調整というのがブレーキセッティング。コースレイアウトに合わせて基本的にはフロントブレーキで調整しつつ、ギアブレーキで微調整をしてみました。今回のセッティングでおおよそマシンは完成ですが、リアステーよく見たらピン打ち曲がってるな。こちら修正してもう1本ぐらい練習走行の動画を上げていきたいと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。